皆さんこんにちは、橋本でございます。本日は久しぶりに橋本ちゃんの殿堂入りコスメご紹介していきたいと思います。今までね、何回かやってきました。子さんのファンの方はもう何回も聞いてずっと使っていただいている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、初めてね見る方もいらっしゃるかと思いますし、今までの殿堂入りの動画を見たことない方もいらっしゃるかと思いますので、そういう方のためにスキンケアからご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。まずですね、お家で使う自分のお顔を落とすクレンジング剤は、私はクレンジングオイルをずっと使っております。最近で言うとナンバーズインとか無印のマイルドクレンジングオイルとか魔女工場のクレンジングオイルとか好んで使ってました。でアトリエで拭き取り用のクレンジング使う時あるんですね。これは仕事でも使ってたものなんですけれども、こちらです。ビオデルマのクレンジングウォーター、これは香りが少しあります。でビオデルマは赤とかブルーとかグレーとかグリーンだったかな、肌タイプ別にこの色が分かれておりまして、でこの青はですね、敏感乾燥肌に適してます。でこれでもう何回も拭いてはのせて拭いてはのせてってよくするんですけれども、痛くなったことがないです。はい、無香料がいい方はこっちの赤おすすめします。これも敏感肌用です。はい、次に洗顔はこちらですね、サミュの洗顔フォームかこちら松山由志のアミノ酸泡洗顔料、こっちの方がちょっとさっぱりしますね。これからの季節はこちらの方が使いやすいかなと思います。お家でねオイルクレンジングした後は必ず泡のフォームで洗顔してます。でこれですね、キュアのナチュラルアクアジェル、これは週に1回か2回、もしくはなんかちょっと油膜張ってるなって感じる時あるんですよ。お顔に油膜が張ってる、そう感じた時に使います。体も毎日体洗うけども、例えば1日何かがあって体洗えなかった時があったら、ちょっとしっとり油分が多い感じになると思うんですよね。お顔もどんどん角質っていうのが溜まっていって、なんか重いなって感じる時があるんです。そういう時にこれ使います。これは角質落としでお風呂の中で使うんですけれども、乾いたタオルでお顔についた水分と手についた水分を全部取ります。もうお風呂の中の蒸気のみ でこんな感じなんですけれども、透明のジェルなんですけど、伸ばしていくとこのジェルの中の成分が固まってくるんですよ。こうポロポロポロっと。でこれに角質がくっついて、角質もきれいに剥がれるっていう。ちょっとね、髪の毛とかについたらね、取れにくい可能性があるので注意してほしいんですけど、わかるかな？あ、ちょっとわかるか。ね、ポロポロって出てると思うんですけど、くるくるしてる間に、このジェルの成分がこう固まってくるっていうものです。でこれで洗い流すとツルになります。ゆで卵肌、いやこれね、ぜひやってください。これできているかできてないかでファンデーションのノリ持ちが変わります。はい、強くしないでね、優しくしてくださいね。次化粧水ですね。化粧水はそうだな、やっぱこれエリクシールですね。エリクシール、ヒールズハーバルトナーね、このカレンデュラっていう花が入ってるんです、花びらが入ってるんです。とイプサのタイワールアクアもよく使ってました、2年ぐらい前かな。シートマスクなんですけど、シートマスクはこれ2年ぐらい前に私ご紹介したんですけど、ダーマレーザーの赤とかもねご紹介したと思うんですよ。冬場揺らぐ季節とかで、今もうだんだん暑くなってくるので、なんかそのしっとりタイプがちょっと重たくなってきて、またなんかこれに戻ってます今これがなんか香りがね、若干ちょっとね、ちょっとトイレの芳香剤っぽいような感じがちょっと向こうの方にするんですけど、これがちょっと使い心地が良くて私は好きで使っております。夏になったら戻ってくるので、まあ殿堂入りといえば殿堂入りかなっていう感じです。あとはバースのリップクリームですね。これがめちゃくちゃ良きでございます。で下地、日焼け止めなのか化粧下地なのかどっちやねんってみんな分かんないですよね。この辺ですね、私が好きなのは RMK とラロッシュポゼとスック、
ラロッシュポゼはクリアです、色が。でこの RMK は薄ピンクと薄グリーンがあるんですけれども、 SPF が35と SPF50 と2つあるので、お肌の状態に合わせて選んでもらったらいいかなと思います。耐久性バッチリです、これ。はい、エスポアも好きなんですけど、私実はね、この昔のエスポアの方が好きなんですよ、ツヤ感というか。で新しい今のエスポアはちょっとトーンアップしすぎるんです、私の顔色からすると。なんで、またこっちに戻してほしいなって感じこれまとめ買いしてたんで、私まだあります。はい、エスポアスクラロッシュポゼの RMK、 これ薄ピンクの方です。エスポワスクラロッシュポゼ RMK、 ツヤはダントツスクです。しっかり伸ばしてみました。それね、ツヤは出るんです、透明感も出ます。どれも使いやすいですよ。はい、次ファンデーションの殿堂入りは、悩むんですけど、自分で使ってるものといえばこれです、サンローランオールアワーズリキッド。もうこれはもう全方向とっても肌が綺麗に見えます。仕事で使ってもこれが一番綺麗でございました。あと、はい、NARS のライトリフレクティングファンデーション、これはですね SPF の表記がないんですよ。でも季節で言うと秋冬、肌タイプ別に言うと乾燥肌の方にはめちゃくちゃおすすめです。はい、殿堂入りに入っております。あとはセザンヌ、はい、クッションファンデーション、どっちもいいです。そこまでツヤ感は変わらないですが、新しく出たこちらのシフォンフィットクッションファンデーション、こちらの方がややマットです。カバー力あります。はい、綺麗に仕上がりますね。ちなみに今日はこっちです。フェイスパウダーはね、もうねこれしかないね、ほんまに。もうどんだけ使ってますかっていうリフコしかも私は色白さんではないので、マーブル限定のマーブルが出たら買いだめします。はい、でマーブルが手に入らない方は NARS のホワイトでもいいし、キャンピークのこのシークレットビューティーパウダーも持ち歩くのにちっちゃいので、この同じような感じなんですよ、仕上がりが透明感があってちょっとツヤが出る。はい、なんで気に入って使ってます。コンシーラーはもう皆さんねご存知の通り、オレンジをカバーするのにはこちらね、 NARS のラディアントクリーミーカラーコレクター、明るい方のオレンジです。これ昔ね、私ねこれ2色あるんですよ、この濃いオレンジと明るい方と。昔この濃いオレンジつけないとダメだったんですけど、今明るい方でいけてる。これちょっとクママシになってきたかなって感じでね、今までこのディオールのコンシーラーでした、殿堂入り。これ殿堂入りすぎるぐらい殿堂入りです、私の中で。しかも2色ちゃんと使ってました、 2N と 1.5N です。なんですけど最近またコンシーラーめっちゃいいの出てて、今日もつけてるんですけど、多分殿堂入りにこれからなるだろうなっていうのがこちらでございます、ローラメルシェでございますね。これがねしっとり感とツヤ感が最高で、でベタベタもしないから使いやすい。はい、昔ねシャネルのこのオレンジのコンシーラーも使ってましたね。これもいいよ、いい、使ってるよってコメントもいただいた方いらっしゃると思うんですけど、いいと思います。あとこれもね&Bファンシーラー、これはもう最初私見てもオレンジしか減らへんねんオレンジを一生懸命一生懸命つけてた、多分最初のねあの頃の視聴者さんはこれめっちゃ使ってたと思うし、今も全然いいと思うんですけど、どん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 あの新商品がね他のメーカーさんのもたくさん出てくるので上書きされていくんですけど、これもまだ相変わらず私の中では殿堂入りでございます。
はい、でアイシャドウなんですけど、アイシャドウはね、私やっぱケランになるのかなと思うんですね。いろいろ使ってます。スックとかももういろいろ使ってはいるんですけど、結局取るのがやっぱこれね、マジェスティックローズね、530、これが使いやすいな。今日はね、スナイデルなの。これ限定やったかもしれへん、ごめんなさい。こんな色やから、ピンクなんです。フェイススタイリスト EX07、 かわいい、この色かわいい。最近さ、髪の毛明るくしたからさ、やっと色落ち着いて、今ちょっと頑張って落ち着かせてるからね、色ちょっとグリーミーをなくすように頑張って落ち着かせてんねんけど、ちょっとピンク系のなアイシャドウとかなつけるようにしてるね。あともう、はしもちゃんといえばピックアイシャドウです。これなんでいいかっていうと、太い、ほら芯が太いやん。だからもう上まぶた、この下まぶたの粘膜とか細いアイラインで引くの怖いでしょ、みんな。これで粘膜のところスーって引くね。痛くないし、一発で決まるし、力入れすぎたらダメよ。ダメやけど、こうベーってしてこの粘膜のとことか引くときに意外といいよ。いつも持ち歩いてるのがこれです。私こっちからローラメルシェの R の5番、メイクアップフォーエバーのアクアレジストスモーキーシャドウのアースで、これがボビーのシナモンっていう色。これ絶対入ってます深み出したい時とかに使えるからね、楽ちん。アイライナーはブラウンが多かったんですけど、多分ね、よく使ってたのが、はい、ラブライナーのブラウンと、D アップのこれアプリコットブラウンっていう色なんですね。多分この辺をよく使ってました、おそらく。なんかアイメイクによってね、若干変わってたと思うんですけど。マスカラ下地です。マスカラ下地よく使ってたのは、マジョマジョとサンローランと、これ最近入りました、ジルの下地です。このサンローランの本体はごめんなさい、捨ててしまったので、これマスカラなんですけど、これぐらいの容器で ピンクのね下地なんです。このこれ白なんですけど、サンローランはピンクです。白っぽいピンクで、マジョマジョもこんな感じ、ちょっとね繊維が入ってますね、黒い繊維が入ってて、いいな。この3つがおすすめです。パリッパリにならないです。パリパリにならない。で、これはセパレートではございません。結構ボリュームが出ます。私、ボリューム大好きなので。はい。セパレートではございません。シンプルではございません。パサッとなります。はい。マスカラはですね、マスカラも私、ブラウンが多くって、あんまりもう黒で仕上げることがなくなってたんですよね。よく使ってたのが、ケイとか、ロムアンドか、ディオール。一番茶色が明るく出るのがケイト、これです。真ん中がロムアンド、ちょっとマットっぽくなります、つけたら。で、これがディオール、ディオールが一番濃いですね、グレーっぽい。はい。あんまり明るすぎるマスカラを使うとちょっと白っぽく浮く場合があるので、だいたいこれぐらいの色で調整してたような気がします。アイブロウは私もう本当にシュウエムラのこのハードフォーミュラばっかり使ってましたね。はい。ハードフォーミュラをなぎなた状に削るんじゃなくって、もう普通に鉛筆削りで削った状態で描いてました。はい。アイブロウマスカラはもうね、最近ようやくこのロム&のね、この2色よく出してましたよね、使ってました。これ使いやすいです。ベタベタしないです、自然につくので使いやすい、ちょっとアッシュっぽい色で。で、もうずっとみんなに紹介してたのはこれですよね、ケイトの 3D アイブロウカラー N のピンクベージュ。これがね、私やっぱり自分のメイクにもそうなんですけど合ってるし、この絶妙なこのくすんだベージュのようなピンクのような色。ちなみにロム&出してみましょう。ロム&がこっちですね。05、02です。こっちがちょっとローズっぽい色で、こっちがブラウンですね。はい、こんな感じ。
ドムアンドはグレー味が強いんですよね。これはそんなにそこまでグレーが入ってないので使いやすいです。ケイトは、はい、チークとハイライトはもうダントツにこのセザンヌのフェイスグローカラー、02が出たら02ばっかり使って、で最近限定で出たこれも気に入って使ってます。明るい方はハイライトで、色味がある方がチーク、仕込みチークに使ったりしてます。橋本ちゃんのメイクによく合うチークが NARS のブラッシュ 4016N。 これは悪目立ちしないパールが入っておりますので、ゴールドパールが入っておりますので、とってもお肌をきれいに見せてくれるんです。そうなんです、ハイライト入れなくてもツヤってしてくれます。使いやすい青みのないピンクです。パウダーハイライトはやっぱりデクラちゃんですかね。よく使ってたというか絶対ポーチの中に入ってるのはこの子でございます。はい、デクラちゃんでございます。そしてリップですね。リップはね、もういっぱい好きなものはいっぱいあるんですけれども、やっぱり手に取るのはこのアディクションのエンドレスリーっていう色ね。これすいません、また橋本ちゃん大好きなベージュばっかりなんですけど、マックのモデスティっていう色です。これです、今日塗ってます。でロムアンドかな、私の中ではこのロムアンドのメルティングバームのこの色、粘膜色、これめっちゃいいんですよ。いい匂いやし、ずっと潤ってるし、このメルティングバームシリーズめっちゃ好きです。まあ橋本ちゃん好きな色でしょ。こうやって並べるとこのエンドレスリーがオレンジベージュに見えますけど、唇に塗るとピンクベージュに見えます、はい、あとまあヘアケアでいうとヌドットのポリッシュオイルはもうずっと使ってるのと、 D プラスっていうオイル、1000円ぐらいでドンキで売ってます。こっちの方がちょっとサラッとしてて使いやすいかもしれないですね。これも必ず置いてます両方で。あとはキープミストぐらいですかね。まあ私はキープミストはなんか資生堂さんばっかりで、エリクシールかマキアージュ、こっちの方がちょっとツヤが出ます。はい、他のメーカーさんのも使うんですけど、うん、なんか気づいたらこれを持ち歩いております。はい、あとフレグランスはこの2択ですね。はい、 AQ のオードパルファンとオルフェオン、リプティックのオルフェオンです。こちらはフローラルノート、本当に嫌味のないとても癒される香りでございます。はい、このリプティックのオルフェオンは深い深い、ね、全然タイプが違うんですが、なんか最終的に混ぜてつけても最終的にはこう混ざり合うような香りでございます。これは両方とも好きですね。はい、っていう感じですかね。なんかまた忘れてるのいっぱいありそうな気がするが、あんまりテパコスとかプチプラとかあんま関係ないんですけど、私やっぱり自分の顔色とかメイクに合わせて選ぶ色はもう大体似たり寄ったりな感じになってきてしまいますね。よかったら使えそうなものがあれば参考にしてみてください。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。